東京大学大学院農学生命科学研究科は東京大学に設置される大学院研究科の一つである。また、東京大学農学部は東京大学に設置される学部の一つである。主要施設は東京都文京区弥生の東京大学弥生キャンパス内に設置されている。その他、農場、演習林などの施設を全国に有している。 農科大学行動1886年設立の農商務省東京農林学校が1890年に文部省へ移管されて帝国大学に農学の文化大学として設置された帝国大学農家大学は1897年に東京帝国大学農家大学となりさらに1919 19年には東京帝国大学農学部となった農学部は 駒場農学校以来、駒場の地に所在していたが、関東大震災後の1931年に第1高等学校と東京帝国大学との敷地交換が決定し、1935年に農学部は本郷に移転した。文部省と大学側で協議し、帝国大学農学部では、農学科から農芸科学科を分離させ、学部全体で20講座体制で、 スタートさせた。1925年には農業経済学科、1935年には農業土木学科がそれぞれ講座から分離独立して学科に昇格し、以後農業工学科、畜産学科など農学部内の学科は4学科にまで分化した。農学部共通講座として動物学と植物学講座を設置していたが、両方とも後に林学科に統合されている。 第二次世界大戦後、1949年の学生改革による学生会祖後の新生大学として発足した新生東京大学では、農学部組織は従来存在した。農学科、農芸科学科、林学科、水産学科、農業工学科、農業経済学科、農業土木学科の核学科は維持されたが、獣医学科は廃止され、農学科の畜産学専修と合わせて、 畜産学科となった。なお、1950年に畜産学科から獣医学科が分離されるが、1964年に再統合されて獣医畜産学科となった。その後も学科の解消、改組は行われたが、1994年に学科制が廃止されて、現在の家庭制に移行した。農学部農学部には常実のように従来は学科が設置されていたが、 1994年に家庭制へ移行し家庭が設置された。獣医学家庭を除く各家庭には複数の専修が置かれ、それらの専修が実験、実習ごとに1類から10類のいずれかに属するという複雑なシステムであった。家庭が縦割り組織であるのに対し、類は横割りの分類であると言える。その後、2006年度入学者より、 以下の参加ほど15先週に再編され、同時に類の区分も廃止された。1988年に畜産獣医学科から解消した現在の獣医学課程に相当する獣医学科は、1984年より6年生となった。農学部のスクールカラーは紫色である。農学生命科学研究科1953年に、 新生東京大学大学院が設置された際、農学部の各学科に対応する専門課程は、社会科学研究科、数物系研究科、科学系研究科、生物系研究科に分かれて設置された。農業経済学専攻が、社会科学研究科に、農業工学専攻が、数物系研究科に、農芸科学専攻は、科学系研究科に、農学専攻。 畜産学専攻、獣医学専攻、林業学専攻、林学専攻,学専攻、水産学専攻、水産学専門家庭が生物系研究科にそれぞれ分かれていた。1965年に改組されて農学系研究科が設置された。農学系研究科は1994年に農学生命科学研究科に改称されるとともに大学院重点化が開始され、 1996年に重点化が完了した。その後、1997年に農学国際専攻2000年に生研システム学専攻が設置された。付属施設2000年4月1日よりすべて農学生命科学研究科付属となった。同時に通称が定められた。所在地は記載のあるものを除き、弥生キャンパスである。 秩父演習林戦前はこれらの他にも日本統治時代の台湾やカラフト、朝鮮などに演習林を保有していた。ありがとうございます。